どんなつながりか知んねえが体張って守ろうってんだろ。ならお前の大事なもん捨てるぐらいじゃなきゃな。10分だ。10分か。殴られ続けて最後まで立っていられたらお前の勝ちでいい。ならお前の大事なもん捨てるぐらいじゃなきゃな。自分の将来のためにあんたを見捨てるような奴が果たして横綱になれるかね。かり心動かされちまったよ。横綱ってのはよ、すべてそろばんとなれんのじゃ。いいね。じゃあよ、その気持ちが本物かどうか確かめさせてくれ。決闘は俺のやり方でいいって話だったろ。右肘だけじゃない、休ませた全身から力がみなぎる。こいつとはいずれこうなってた。一度目の勝負でこいつにビビったあの時のわしと、はあ、決別しなきゃいけねえ。この勝負百戦夜勝として勝ちます。お前そうやめろ。決闘は俺のやり方でいいって話だった。倒せるものなら倒してみろよ。ムカつくんだよ。どんなつながりか知んねえが体張って守ろうってんだろ。